お外に出ちゃダメなの？外の世界はとても危ないところなの。ずっとここにいなさい。安全だからね。わかった？ラプンツェル。毎年私の誕生日に現れる光、はっきりと感じる。あの光は私のために。窓越しにじゃなく、いつかこの目で、その場で直接、あれが何なのか知りたい。ここはのどかだね。天気もいいし、ピクニックしたいよな。俺は今日は目的は？なんだろうな。何かあるんだろうね。ロッキーだな。何かあるからこの世界への道が開いたんだろうし、今は慌てなくてもいいんじゃない？まあ、そうだね。ハートレスもいないしね。ほら、ドナルドが言ったからハートレスが出た。ピクニックは終わりだね。はっ、バーサー。さあ、ハートレスをやっつけるぞ。君たち、ずいぶん慣れてるみたいだし、ここは任せていいかな。うん、俺たちは大丈夫だから、お兄さんは逃げて。助かったよ。馬ならまだしも、あんな魔物に追っかけられるなんてな。いやー、こっちの話。俺はフリン、よろしくな。ほら、魔物が襲ってくるぞ。さーっと、さーっと。やっぱり引き止まりだよ。ま、無事に逃げられたみたいだし、いっか。あれ？空も消えちゃったよ。隠し通路だ。どこかに通じてるぞ。
調子はどう？俺、フリンライダー。楽しくやってる？うん？他に誰がこの場所のこと知ってるの？フリンライダー。なあ、お嬢ちゃん、俺は…ラプンツェルよ。はじめまして。まあ聞けよ。俺は森の中を楽しく駆け回ってた。で、この塔を見つけて、それで…おいおい、俺のカバンどこやった？私が隠した。絶対に見つけられないところに。それで私の髪の毛どうしたいの？切るの？え？売るの？まさか。じゃあ髪の毛が欲しいんじゃないの？どうしてそんなもん欲しがるんだよ。俺は追いかけられて塔があったから登ったんだ。ただそれだけ。いいわ、フリンライダー、あなたと取引してあげるわ。取引？こっちを見て。あなた知ってる？この光が何か。プリンセスのために飛ばしてる明かりのこと。飛ばしてる？やっぱり星じゃないのね。いい？明日の夜になるとこの明かりがたくさん空に向かって飛んでいく。あなたは私のガイドとしてその場所に連れて行き、ここへ送り返すの。そしたら無事帰れたら大事なカバンを返してあげる。さあどうかしら？いや、それは無理な話だな。残念だけど、俺は今この国相手にちょっと喧嘩してるもんでね、のこのこ出かけるわけにはいかない。あなたはここへ導かれたのよ、フリンライダー。何が導いたのか、運命、宿命。だからあなたのことを信じるって決めたのよ。まずいこと決めたね。私は本気なのよ。つまりこういうことかい？君に空飛ぶ明かりを見せて、ここへ送ってくればすぐにカバンを返してくれるってわけ？ええ、約束する。私は一度約束したら何があっても決して破ったりしないわ。絶対。参ったな。盗んだティアラが見つかったらまずい。それだけは絶対ダメだ。カバンは絶対に取り戻さなきゃならないけど、また魔物が現れるかもしれないし。そうだ、さっきの奴らまだいるかな。腕は立ちそうだし使えるかもしれない。いいよ、わかった。ミニー連れてってやる。ただし条件がある。俺の仲間も一緒に連れていく。なんだろう、あの塔。行ってみよう。大丈夫だったみたいだな。うん。ああ、お前たちいいところに来た。あの子は？ああ、彼女の名前はラプンツェル。どうやら初めて外に出たみたいなんだ。落ち着くまでそっとしといてやってくれ。初めて外に？
信じられない、とうとう外に出たのよ。外に出た、信じられない、とうとう外に出た。お母様の言いつけを破って外に出てしまった。きっとカンカンね。だけど別に構わない、バレなきゃ平気だもん。でしょ、はあ、どうしよう、お母様が悲しむわ。ものすごく楽しい。私ってひどい娘よね。戻らなくちゃ。絶対戻ったりしないんだから。私って本当に最低の人間よ。今までで最高の日だわ。君、自分の心と戦ってるんだね。すごくわかりやすく心の声出てたよ。だよな。ちょっと待って、あなたたちは誰？え、さっき言っただろ、俺の仲間。仲間？名前はああ、俺はソラ。じゃないよ、ルフィだよ、よろしくね。ソラ、ドナルド、グーフィー、ええ、よろしくね。私はラプンツェルよ。そう、俺の仲間だ。うん、どういうことだよ。彼女、城に行って空飛ぶ明かりを見たいそうなんだ。親切な俺は彼女の願いを叶えてやりたい。でもさっきみたいな魔物が現れるかもしれないだろう。親切な君たちもきっと協力してくれるんじゃないかって。僕たち親切だもんね。ハートレスが現れるなら、おうおう。俺たちにお任せ。決まり。ラプンツェルって面白いね。自分の心に正直なんだろうね。外の世界に出られた感動が抑えられないんだな。俺にもよくわかるよ。ドナルドとグーフィーとはずっと一緒に旅してきたけど、初めて会った時のことは忘れられない。そうだ。え？ああ。だって忘れられないだろ、こんな面白い顔。よいしょ。まあまあ、絶対に忘れられない親友だ。ねえ見て、あれは何かしら。白くてふわふわしてる。ラプンツェルは隠れてて。おうおう、やっぱり無理だな。この話はなしにしよう。なし？家まで送ってあげるから、君はカバンを返してくれればいい。いやよ、私はどうしてもあの光を見たいの。もうなんでだよ。ラプンツェル。大丈夫、私はか弱くなんかないんだから。ラプンツェル、ラプンツェル。Thank you.
なくなったか。誰？彼女は大切な存在だ。私が取り戻すのを手伝って